の船は瀬渡し船として活躍されていた船です。40名登録されていたそうです。現在は瀬渡し業を辞められてますので14名の登録にされているそうです。オーナーにお話を伺いました。ローリング止めをつけ、金塊を取るために検査を受けて、それにもだいぶまた金がいって、こちょこ修理をつとこもだいぶかけたで、回したらな、もう飛ぶようにエンジンが4機ついていますからマックス35ノットらしいです。ペラのピッチを調整すればもっとスピードは出るそうです。ガラスでひび割れして雨漏りがしとったもんで、それこの前の時に修理をしたつです。ここを修理してあるんですかね。そうです、はい、溶接でここをきれいにしてね。待ってね、大体あ中入ればこっから降ります。中にこう、ここなんか物が置けるようになってるんですね。そうです、そうです。背渡しをされていましたので、前からの乗り降りも楽ちんですね。左舷側、ずっと前から後ろまで歩いていきましょう。ここがキャビンの出入り口です。一つ下がって、はい、ここが後ろデッキ。ここはね、狭いです。このカバーされているのは発電機です。ここにその氷室になって防熱にしてやってるな。ここは防熱がしてあって、はい、ここは広い。ここもな、いや、両方空気抜きつけたと。ステンレスのこれじゃないとな。こんなもんじゃダメだよ。それでは右舷側をずっと歩いていきましょう。ここが少し上がってるんですね。ここ一段下がってウィンチがあります。ここからキャビンに入れます。ベッドになってたんですね、ここと。そうです。キャンバの上も蓋がアットですよ、これ、で、あっちゃもなベッドやったとですが、で、ずーっとな、ここもベッドなんです。燃料タンク、ここも燃料タンク、はい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 、と表のあこ下も燃料、燃料タンクは全部で約6000リッターぐらい入るそうです。2センチの厚みのタンクの下がひびがいって、ドック上げて400何万円かけてやり替えたと。はい、全部。ここの扉を開けると後ろデッキにアクセスできます。それでは後ろデッキから入ってみましょう。ここはもともと炊事場になってたんですね。はい、お手洗い、はい、こうなベッドになってたんですね、ここと。そうです。ここも一人一人ベッドがあって、このハッチがここのハッチなんですね。そうです。この下も客室になっていまして、5、6名ゆっくり寝れるスペースとなっております。それぞれの部屋にはエアコンがついてますから快適な空間ですね。それではエンジンをご覧ください。エンジンは4機セットされています。エンジンは三菱です。1300馬力が2台、840馬力が2台です。
そしてノーザンライトの11キロワット発電機が1台セットされています。石油1台、燃料ポンプの分の応募をしたと。三菱が来て見たら、あんま悪いことはねえと。で、1台だけ買えたと。
このハッチは雨漏りがしないように潰してあるそうです。